これはね、ストローでちょっと拭いて模様をつけてあるんだよね、うん、なんかこうするとね、なんか模様できてくるでしょ、はい、もう拭かなくてもこれで、うん、あの、サラリーあー、ありますね。あんな、あるラテアートね。あるでしょ。でも、もうちょっと色欲しいなっていう場合は、この、また丸い紙を真ん中に持ってきて、切り取ってみようか。ここに紙をね、ペタッと押し付けるんですけど、うん、その時にこの最初の小さい紙はこれ、ペタッとください、うん、これもペタッとつけといて、でここに紙を押し付けて、この模様を写し取るっていう感じ、うん、紙は、新聞紙の上に、これをビッと上げて、新聞紙の上にもこの面を、インクがついてる面を下にして置きます。下。もう綺麗に取れてるの。だからまだ見えない。まだ見えてない。まだ見えてない。見えないけど、そこの方が白くなったから綺麗に写ってるの。新聞紙に置いて、しっかりこの印をね、新聞紙に吸わせてあります。新聞の字は薄らぐ。薄らぐ。もうできる。うん、これで完成。完成。あと乾かす。こんな感じ。意外とね、薄く、うん、薄く黒が割といい感じでしょ。でこういうね、模様をまず作ってもらって、ね、でこの上に何か絵を描いてもらって、うん、作品にしてもらおうかなと思ってます。だからまあ、一応おすすめとしては、だからそこから沈めたら、うん、オッケー、それでいい。もう丸い紙流してしまうように見つけてください。
手です。派手です。めっちゃ派手ですね。もう6色使った。一応最後絵を描くっていうのを忘れないでください。そう、今作ってるのは背景ですから。うん、ウルトラ Q だね。ウルトラ Q 分からない。ウルトラ Q 分かんないです。よかった。ウルトラ Q にしたと。ウルトラマンの敵の紹介のやつ。いや、ウルトラマンの 前のが一番最初の番組だね。渦巻いて Q になる。ウルトラ Q、 Q になる。白いことなくしたが火がなってる。派手やな。